はい、どうもルクスです。今回は本日公開されるカラカラ遺跡の動画をねリアクションしていこうかなと思います。すみません、昨日のコメントを返答していきます。はい、テレサレイク以降のツアーコースが DK マウンテン以外 DLC に来てる。第3弾に 3DS2 つあった。第6弾に Wii2 つも不思議ではない。その理論でいくと確かにカラカラ砂漠とレインボーロード同時に来るっていう可能性はありますね。俺は今後の Wii コースは5弾ノコノコ岬、第6弾はカラカラ遺跡と Wii レインボーロードだと思う。これ熱いな、そう思ってきたわ。何この変な音。あの車の音っすね。なんでいつも外で撮影してんの。これに関してはやむを得ない場合と単純に外が好きっていうのはあります。今はね単純に外が好きっていうのを撮ってます。正直に家だと変にね改まって喋っちゃうんですよね。カラカラ遺跡来るのかな。どうなんでしょう。私のね予想だとね、これ来ると見せかけて来ないやつだと思ってる。いつも思うけどよく外で大きな声でマリカの話できますよね。自分はなんか恥ずかしくてできません。はい、これはね自分でも自覚はしております。でもね周りの目線とかも気にしないレベルにマリオカートの新情報を知りたいっていうね欲の方が勝ってしまうんで、いつもね外で撮る場合が多いです。カイロの都市コースでピラミッド出たら被るし、カラカラ遺跡どうなんだろう。いやこれさ、もうカイロ来ないんじゃね。なんか逆に諦めついてきたわ。ここまで砂漠コースを出してくると、ってなるとヨッシー砂漠どうなんだろうっていうのはありますけど、いやヨッシー砂漠な来てね欲しいな。完全新規の都市コースならコース写真ではなくてマリオキャラたちの手書きイラストが公開されてませんでしたっけ。そうっすね、あの以前のねアムステルダムとかの全部確かさロゼッタとかさデイジー公開されてたよね。だから今回はねさすがに都市コースではなくカラカラ遺跡だと思います。サムネよく見たらバーカで笑った。そうなんですね、今回のサムネ、いや本当にね自分がバカすぎてそれはね遺跡の前に落書きしました。コー追加バス発表後の初めてのツアーはスカイツアーでスカイガーデン、リバーサイドパークも結局エドラックスに登場した。ただヨッシー砂漠やデイジーサーキットはどうなんでしょうか。そうだよね、この辺がさね、まだ準備されてるってことは今回のカラカラ遺跡来るとは限んないよね。そう、あとプクプクアイランドとかもありますね。全部が来るわけじゃないと思うんだよね。もしかしたら回路作るためにカラカラ遺跡の素材用意してたけどボツになってそのままカラカラ遺跡にした説。あーこれ考えたことある。なんかね回路作ってたと思うんだよねさすがに。でもやっぱ何らかの事情でボツになってその代理としてカラカラ遺跡を出した。なんかありそうですね。カラカラ遺跡のツアー版が内装や背景など凝ってたら8デラックスに来そうだな。ただ原作とあまり変わらなければ8デラックスに来なさそう。そうだね、この辺のリメイク具合気になります。ただキラーシップもツアー版ではねめちゃくちゃねデザイン変わってたんですよ。中に兵法いたり地面のさ溶岩が変わってたり、だからあまりねデザインだけで判断するのは難しいかも。もしかしてノコノコ岬来ない。まあね VS してます今。どっちが来るんでしょう。これノコミサを移動してくるのか次回作に来るのかってところですね。プクプクアイランドみたいに次回作なのかも気になります。でもワンチャンノコミサをボツにしてキラーシップみたいに人気枠でセブンに来た Wii の3コースにはぶられるなと思ったので可能性はあるので6段かなと思います。いやこの辺ねノコミサは大人気コースです。ただキラーシップも大人気コースでもボツにされたと考えるとカラカラ遺跡が優先されてもおかしくはない。追加のタイミングですがリバーサイドパークは3段追加前のアニマルツアーで DK ジャングルのおまけっぽい感じで登場しました。8デラックスに出るかどうかはやはり作り込み次第でしょうか。とりあえず明日の動画が楽しみです。いやそうだね、その作り込みって言ってもな分かんないんだよね、振れ幅がすごいから。 3DS レインボーロードとかさ3DS からそんな進化しなかったじゃん。でも8ジャックスではもうやばいぐらい近未来化されてました。リバーサイドパークも確かにそうだね結構変わってたね。ただそうなるとプクプクアイランドってどうなのっていう話なんだよね、現在ね来る感じはしませんけど見た目だけで言えばだいぶイメージ変わってるじゃないですか。どうなんでしょう、ワンチャンカラカラ遺跡がカイロの一部になっている説ない、さすがにないか。今回はさすがにねこれはカラカラ遺跡かなと思ってます。
これがもし第5弾で来るならサンセット荒野と乾燥地で被ってしまうのではないと思います。ヨッシー砂漠もサンセット荒野がある以上8デラックス収録は難しいかなと。確かにね、結局ねサンセット荒野の存在がね全てを否定してる。サンセット荒野とカラカラ遺跡を同時に出すとは思えないし、ちょっとこれは迷うね。第5弾くらいに来る、まあなんか今の感じで言えば第6弾でウィーレインボーロードとセットっていう感じは強いけど、案の定お外で収録、はい、いつも通りですね。逆にねあんま中で撮ることないっすよ。さすがにノコミ先してから遺跡来るの嫌だな。せめてデイサとルイサ来てほしい。エジプト来てくれ。まあそのさノコミサね人気ですからマジで、ノコミサ嫌いな人はいないんじゃないの。まあただそのセブンでもリメイクされたしツアーでも来たっていうね、まあ、ミリメイク求めてる人からすると残念かもしんないけど、それでもやはりノコミサのねポテンシャルはあると思う。タックン信念も全然違う方向性だったし、まあ、本当私個人の意見だとノコミサの方がね来てほしいかなと思ってます。外で草もう逆にね中で撮ってた方が珍しいと考えていいでしょう。これガチで第5弾クラクラ遺跡あると思う。そうですね、いやどうなんだろうもうこの辺はもう皆さんのね、あそうそうそう、今度さ皆さんの意見聞きますから、多分ねその詳細は今週の土日にあげるとは思います。ぜひ楽しみに待っていてください。今後のツアー予想、ほうリオが入ってますね。ノコノコ岬は画像リークがあるのが心強いな。 DKS ノボも悪い字スタジアムも画像リークにあった。第5弾は真夏だしさすがにノコミサが来ると思う。そう少なくともね第5弾はノコミサ来るとは思います。カラカラ遺跡のリメイク具合次第だけど Wii にあったコース続々とツアーに来てるし、 DLC 第5弾ノコノミサとカラカラ遺跡はどっちかが微妙なやめ。そうっすね、ちなみに DS マリさんもさだいぶ変わってたよね。あの森林ゾーンとかさ、ああいうさチェンジがあれば私もねカラカラ遺跡は期待してしまいます。トゲゾーカップ最終コースがカラカラ遺跡説やめてくれ確かに難易度的にはまあ高いんだけど、最後は火山のはやめてくれ。ヨシアランド俺ちゃうんかい。サンサン砂漠俺んとこの方がサンボいっぱいいるよ。カイロ10バイバイサンサン砂漠。ヨシアランドはねまあ次回に期待しましょう。今回のアクシデントはリアル勘違いで笑った。今思うと例のマリカツのホーム画面のピラミッドヨッシー砂漠をイメージしてるんじゃないかな。架空の大陸配置をしてる地球儀の上に立ってる唯一の建物だから多分だけど、今回のはねマジでね勘違いが過ぎました。申し訳ないですね。あのね撮り直そうかと思ったんだけどちょっとやらせ臭くなっちゃうんでもうそのまま上げることにしました。ヨッシー砂漠カモンカモン、もうね完全に私の願望ですけどヨッシー砂漠はね期待してる。 DK マウンテンの時みたいに GBA ヨッシー砂漠来るなんてこともありえそうですね。いやー来たら暑いねマジで楽しみ。っていう感じで皆さん多くのコメントありがとうございました。来たー。なんで忍者ツアーなかなかなか忍者ツアーなの。カラカラツアーとかじゃないの。ずいぶん変わってんねみたい。ウィーレインボーロードこっちか。あ、平方カーニバルでどうなんだろう。まあ、デザインとかまあまあ変わってはいるんですけど皆さんこれどう思いますかね。どっちだろう。ではもう一回見ていきましょう。まあ、全体的にピラミッド感増しましたか。でちゃんと3本もいて、なるほどね。まあ、思ったより、まあ、シンプルですよね。そこまで魔改造されてるっていう感じはしないかな。もうほんとそのままベタ移植っていう感じ。ウィーレインボーロードの方がやっぱデザイン変わってますよね。ではミニスーツも見ていこうかなと思います。まんまサンボやん。ニンニン道場来るんだここで。てっきりさ次回のヨッシー、まあ、わかんない何来るかわかんないけどそん時だと思ってました。次はなんだ。パックン何これ。チョロプチョロプっぽい。まあ特に目新しい情報はなかったですね。はい、まあ、っていう感じで今回の動画を終わりたいと思います。ではさようなら。